岡市最大の公共事業と言われた人工島事業について、高島市長は先日の記者会見で、アイランドシティ完売、黒字150億円と、人工島事業の一部分である分譲地の収支だけを取り出して黒字になったように言っています。今回は人工島事業全体を見て、果たしてそう言えるのか考えてみたいと思います。この問題に入る際に述べておきたいのは、そもそも人工島事業とはどのようなスキームが想定されていたのかということです。当時の市長は、市民の税金を1円も使わない、つまり市が銀行からお金を借りて、そのお金で埋め立てを行い、土地を売ったお金で銀行に返すというものでした。しかしながら、このスキームはもろくも破綻しました。本市は人工島の土地の処分に行き詰まって、自ら土地を買い、つまり税金を投入して公共施設を移転させていきました。人工島で埋め立てた土地が売れた金額は約1979億円です。そのうち福岡市及び福岡市住宅供給公社の取得額の合計は731億円で、全体に占める割合は 36.9% です。つまり4割近くを本市が買い取っているということです。子ども病院の移転に185億円、青果市場の移転に363億円、総合体育館には157億円の巨額の税金を投入して公共施設を移転させました。その他にも小中学校、埋め立て地を掘って大きな池をわざわざ作ったことが話題になった巨大なアイランドシティ中央公園、これは何なんだろうというグリーンベルト、緑地帯などもあります。福岡市は人工島の土地処分に苦労していました。なので無理やり人工島の土地を税金で購入していきました。税金投入といえば、都市高速道路の延伸があります。人工島の利便性を高める、つまり土地が売れやすくするために391億円がつぎ込まれました。このように公共施設の移転によって、これだけの税金を注ぎ込んで土地を購入し、分譲が進められたわけです。もう一つの人工島破綻救済策が立地交付金制度です。売れない人工島の土地を交付金という人参をぶら下げてまで売ろうとした制度です。土地を買ったらお金がもらえる、その上に建物を建てたらまたお金がもらえる、こんなことをして売りさばいたというのが実態です。土地代の3割、建物の1割を上限、なんと30億円の交付金として出すこの制度は、いかに人工島が特別扱いされてきたかがよくわかります。なんと立地交付金は総額238億円にも上りました。とんでもないプレゼントであり、送った原資は市民の血税です。市長は立地交付金に絡んで、生み出された税収は約300億円と言いました。これは進出企業や住宅の固定資産税、都市計画税、また個人市民税、事業所税が積み重なったものだと説明をしています。しかしながら、もともと市内にあった企業が人工島に進出した例や、雇用についても市内に住んでいた方が人工島で働くようになった例も少なくありません。つまり純粋に新たに生み出された税収とは限らないわけです。現在お住まいの方や事業者が以前から市内におられたのか、市外からアイランドシティに移られたのかなどの内訳までは把握してはございませんというのが市の答弁でした。立地交付金のほかにも、売れない土地を売るための特別扱いはさらにあります。住宅市街地総合整備事業です。
この事業は本来住宅メーカーや開発業者が行うべき道路や下水道などのインフラ整備を国と市が肩代わりするものです。その総額が約369億円です。人工島エリアにおいてはこの制度を多用して積水ハウスなど特定の大企業への露骨な税金投入によって業者の経費を補償し、そこまでして土地の完売を行ってきたわけです。人工島事業への税金投入でもう一つ見ておかなければならないのは、破綻していた博多港開発株式会社への救済です。本市が 51% 出資している第三セクターの博多港開発株式会社は、人工島の東半分のまちづくりエリアを埋め立てて事業展開する予定でした。しかし行き詰まり、2004年に会社2工区を投げ出し、市はこれを399億円の税金を投入して存続させました。また税金で博多港開発の増資も3回行いました。さらに会社が倒産の危機に瀕した時は緊急融資まで行っています。人工島にかかる事業費は今後も続きます。予定されている羽ばたき公園はもともと野鳥の豊かな飛来地であった海と干潟を埋め立てて壊し、来なくなった野鳥を戻すためにわざわざ28億円もかけて新たに建設するといういわば本末転倒の公園です。また町づくりエリアには鉄軌道を引くための土地が確保されていますが、旧カシイカ園方面から海を渡って乗り入れる鉄軌道の計画は残っており、この事業費の試算額は250億円です。これまでお話ししてきたように、令和3年度決算までにこれだけの税金が投入されてきているのに、あたかも市長は人工島事業で土地が完売して終わったかのような態度です。しかし今後の事業も合わせて人工島事業の総額は全体事業費を約3940億円の見込みだと市は答弁しています。3940億円です。以前マスコミは人工島事業について金食い島と報じたことがありましたが、まさに巨額の税金がつぎ込まれたことがお分かりになったと思います。しかし土地が売れずに全体の4割を市が買い支え、それでも売れない土地に立地交付金というプレゼントやインフラ整備の肩代わりという前代未聞の特別優遇を行い、挙句の果てに売れずに行き詰まった第三セクターの土地の買い取り、増資、緊急融資を繰り返したのであります。そんなエリアが福岡市の他にあるでしょうか。残った売れやすい土地だけを集めてようやく黒字が出たことを、あたかも人工島事業全体が成功したかのように市長が喧伝しているのは、誤った印象を市民に与え事業の破綻を覆い隠そうとするものに他なりません。市長は国内外から高く評価をいただき、また愛される場所としてまさに市民の財産になったことを非常に嬉しく思いますと人工島について議会で答弁しました。とんでもありません。人工島に多額の税金をつぎ込んだことを伏せて黒字が150億円などと破綻した事業を隠そうとしたのが市長会見の真相です。ようやく土地処分のめどがついた今こそ、福岡市は真摯に反省し、このような無謀な大型開発の失敗は二度と起こさないようにするべきです。さらに人工島で今後予定している税金投入は改めるべきです。